はい、では今から胸前鉗子の腰を低くして練習していく場合の練習をしていきましょう。胸前鉗子は基本的に横に振り幅の大きい方ですので、より大きく横に振り幅を取っていきます。やっていきます。2発打って振り向きざまに吐くですけども、この足をしっかりと、後ろ足をしっかりと寄せる。基本的に対暴力5系の腰を低くして練習するバージョンの場合は、寄せるコンポで寄せる足をなるべくしっかりと明確に寄せてください。足腰の強化にもつながります。横幅を広くし、1、2で吐くをして足をしっかりと寄せる。この膝なんですけども、このようにねじ曲げて曲げない、必ず膝頭に沿って曲げてください。じゃないと膝を痛めるんですね。これは腰を低くして練習するときは必ず心がけてください。では横から演じてみたいと思います。では後ろから演じてみます。